女を扱った。返してほしければ身代金1000万を用意しろ。身代金受け渡しには任す警察署職員北野勝弘刑事を指名する。早速だが行ってくれるか。はい。今回の事件なんですけど、もしかしたら落合健二と関係あるかもしれないです。久しぶり。まずはそいつを渡してさ。人質はどこにいる？ともみちゃんどうなっても知らないよ。妹だって知ってたんですか？なんで僕を指名したんだ？妹にすまないって伝えてくれ。お兄ちゃん。なんて最悪な誕生日なんだ。本当はあなたが正義のヒーローだってことを証明してください。